モーガン・マッシューズは、アメリカ合衆国、イリノイ州シカゴ出身の、女性フィギュアスケートアイスダンス選手。2005年世界ジュニアフィギュアスケート選手権優勝。パートナーは、レイフ・ギスラソン、マキシム・ザボジン。5歳の時にスケートを始めた。10歳の頃にアイスダンスに転校し、2001年に、マキシム・ザボジンとカップルを結成した。 2002から2003年シーズンから ISU ジュニアグランプリに参戦を果たしたし、翌2003から2004年シーズンには JGP クロアチア杯で初優勝を飾り、初進出の JGP ファイナル及び2004年世界ジュニア選手権では3位となり、頭角を表した。翌2004から2005年シーズンは、 JGP ファイナルと世界ジュニア選手権で優勝し、ジュニアタイトルを総なめする。2005から2006年シーズンからシニアクラスに完全転向し、ISU グランプリシリーズに参戦を果たした。2005年末には、パートナーのマキシム・ザボジンがアメリカ市民権を取得し、共にトリノオリンピック出場を目指したが、2006年、全米選手権では4位に終わり、 トリノオリンピックの出場資格を得ることができなかった。2006年4大陸選手権で2位となるが、初出場となる2006年世界選手権では16位に終わる。2006から2007年シーズン終了後、サボ・ジントのカップルを解消。2008年に、レイフ・ギスラソンとカップルを結成した。ありがとうございます。